まあ、小川さん。まあ、小川さんね。小川さんとしときましょう。という方が、まあ、目標がね、小宮悦子だったって言ったら、もうこれは、すごい、根源的に大きいことですよ。それはね。だって僕今38歳ですもん。で、彼女と出会ったのがほんとね、うちのえっちゃんと出会ったのがほんとね、46ぐらいで、まあその時が48でしょ？で、今僕38なんですよ。で、なんかね、僕の心の中にもね、どっかにね、小川さんっていう人をね、置いてきてた存在だったとしたら、それはね、なんか多分あると思うんですよね。まあ多分、その桜井くんも、堀北さんのことだ、まあ自分で言うのもなんだけども、あったりしたと思うんですけど、でも、なんか、根源的なね、ところ、まあ、なんていうかな、根源的なところが、まあ僕も多分、38ですよ。で、自分っていうものに向かい合わなきゃいけなかったってとこを考えたときに、じゃあ、何なのかと。じゃ自分が今まで、ほっぽり出してきたもんっていうのもよくわかるんですよね。で、じゃあ、その時に自分はどうするんだって思った時に、じゃあ、何なのかなと、思う時もあるんですよ。多分、今の生活だったりとか、いうのもあるんだろうけど、だってね、ある意味桜井くんにとっての伏線の状況っていうとこだったら、それはやっぱり、本当に、痛みを感じたりとか、もう痛烈ななんかを感じたりする時っていうのは、あると思うんですよね。ねえ、いつまでも幸せかって言ったら、そうじゃない場合もあるしね。じゃあでも、僕は38ですよ、今。でも何が覚悟かっていうとこもあるんですよね。でも、置いてきた人間は誰だって。そう思うときもある。なんだろうな、でも。それがね、ずっとね、時系列で続いてたらね、なんか、もう自分の弱さっていうのも感じる時があるし、なんか、逆にね、じゃあもう、エッチャの48から始まって僕の38につながる人生だったとしたら、じゃあ、なんていうかな。なんか、ねえ、それもあると思うんですよね、多分ね。本当に現実がここにあるのかっていう話でもあるんですよ、それはね。それは考えますね、なんかね。でも、なんだろだから、多分、違和感がないのかな。多分。なんか、
本当はいつも寄り添ってた人だったからっていうのはあんのかもしれないね、意外とね。でやっぱり、うん、なんだろうな、でももしもね、やっぱ、分身だったとしたらやっぱり桜井くんは考えなきゃいけないな。どっちみちね。僕が自分で言うのもなんだけど、なんかな。でもその時にやっぱりなんだろうな、でもな。僕個人的な話も、その時のヒラピョンって言ってしまうけど、なんかなあ、あれもまた微妙だったな。なんだろうな、なんだろう、でも病棟、一回病棟で飯食った時のそのテレビがあって、そのもうソファーがあってで飯食うぞって言った時の違和感のなさ、あれだろうね、やっぱね。なんだろうな、でもなんだろう、でもなんだろう、でもでもなあ、それ桜井君に言うとジャニーさん絡んでくるわけじゃないですか。そういう名前出したらあれだけど、なんだろう、でもね、でもな、やっぱご飯一緒に食べてた、なんだろうな、もういつからご飯一緒に食べてんだろうな、それだったな、それ考えたらな。またね、100% 自分の味方かって言ったら 50% 敵のとこもあるしね。それはもう、でもなんだろう、でも自分が今なんかこう自分のバイオリズムっていうか、自分だけじゃないバイオリズムに対しても問いを求めるかな、問いを求めてなんか話そうとしてるとこかもしれない、意外と。なんだろう、なんだろう、でもなんだろうな、なんか自分の作品にも現れてんのかな、最近の、多分なんか、多分いろんなプロットで作品、プロットって言い方あってか、作品出してきたけど、なんだろうな、でも桜井くんの人生見る前に自分の人生見た時にああって思う時もいっぱいあったしね、やっぱり、まあでも完璧に強い人間ではないし、じゃあ自分の限界があるかって、やっぱ限界はあるしね、やっぱり精神持たない時もある。なんかな、でもやっぱそしたらその30の時の、まあ、僕よりねきっちりとあのちゃんとした格好をしてる翔くんそれを見たらね、確かにね、それもまた一つの自分の姿だろうし、ね、なんだろうな、でもやっぱ
余韻とかあんだろうな。以上です。ありがとうございました。